皆さんこんにちは。戸塚密着型シンガーソングライターの岡穂と申します。よろしくお願いします。はい、風女です。今リハーサルね、始まった瞬間に風が吹いたの分かりました。皆さんすごい、ここってイベント何度もさせていただいているんですけど、風ってあんまりなんか来るイメージがないんですけど、今日も風女のね力を発揮しながら、皆さんの、に幸せをね運ぶ風ということで、心を込めて、ステージをお届けしたいと思いますので、どうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。私はですね、戸塚密着型シンガーソングライターとして、30曲以上、戸塚のテーマソングを書かせていただいております。イベントを いつもですね、たくさんやらせていただいております。この西武東戸塚店さんのテーマソングも実は一番新しいテーマソングアルバムの中に収録させていただいております。おはよう、こんにちは、そしてありがとう、そんなね素敵な言葉で、いろんな方々の、物語がここから、始まっていく、素敵な場所だなという、メッセージを込めて、作った曲でございます。ぜひ手拍子しながら、聴いていただけたらと思います。それでは1曲目、聴いてください。西武東戸塚店さんのテーマソングで作らせていただきました、カラフルデイ。おはよう、ありがとう、今日の日も素敵な物語をさ、あなたと。物語をさ、
戸塚3というアルバムの中から、西武東戸塚店さんのテーマソングですね、カラフルデイという曲をお届けしました。で拍手も、歌ってくださっている方も、ちらほらと見えまして、とても嬉しかったです。ありがとうございました。西武東戸塚店さんで、JR さんのイベントですかね、上で、ね、やっているの見えましたか。すごい、今日子供の日ということもあってね、子供たちで、にぎわっておりました。けれども、もし鉄道好きの方はぜひ、行ってみてください。4階でしたよね、確か4階ですよね。ぜひ行ってみてください。ということで今日は5月5日子どもの日ということですね。皆さん自分が子どもだった頃、今も子どもですか？小学生とか、中学生、学生時代とかね、いろんな思い出があると思いますけれども、今日はぜひ、ね、そんな思い出を、振り返って、見たらいいんじゃないかななんて、思います。私は小学生の時から結構おてんばな黙っちゃいますけど、おてんばな女の子で、結構よく外で遊ぶタイプだったんですけど、唯一と言ったらあれかな、球技はすごい得意だったんですね。走ったりするのも好きで、よく運動はしていたんですけど、唯一苦手だったのが跳び箱だったんですね。4段で捻挫するっていうものすごく機械体操がすごく苦手でして、そうなんですよ。跳び箱の授業の一番最初の、4段で捻挫して、もうその授業、跳び箱の授業はずっと見学していくという、ね、苦い思い出がありますけど、次の曲ですね、平戸台小学校という、小学校のテーマソングで作らせていただいた曲をお届けしたいと思いますので、苦い思い出も楽しい思い出もいろいろあると思いますが、皆さんの小さい頃のね思い出なんか振り返りながら、もしお子さんが、ね、いる方は、お子さんのことを考えながら、でもいいですし、じっくりと聴いていただけたらと思います。それでは戸塚3から聴いてください。平戸台小学校のテーマソングで作らせていただきました、風に吹かれて。
収録されておりますので、戸塚の方も、今日初めて多分東戸塚に来たよという方も、多いんじゃないかなと思いますが、ぜひ手に取って、いただきたい、楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひとも、ブーパンの方ちらっと寄っていただけたら嬉しいなと思います。その他 CD もたくさんラブソング集だったりね、グランドピアノ弾き語りのアルバムだったり、種類豊富に取り揃えておりますので、ぜひ見ていってください。ですね、物販のところにちょっとちらっと置いてあるんですけれども、戸塚のゆるキャラ知らない人、はい、ありがとうございます。全員知ってるということでよろしいですか？大丈夫ですか？本当に知らない人いないんですね。戸塚のゆるキャラ、うなしーというゆるキャラがいますね。牛と浜なしを掛け合わせた、ゆるキャラです。そのゆるキャラのですね、体操の歌を、歌わせていただいております。最後はその曲で皆さんと楽しく終われたらなと思います。最初から最後まで踊りがついて、いるんですけれども、もし最初から踊れる方はですね、どこか邪魔にならないところで通行の妨げにならないようなところで踊っていただけたら、通称うなしーダンサーズというところに、ね、ちょっとずつちょっとずつメンバーが増えているんですね今。なのでもし踊れるよという方は挑戦してみてください。そして初めての方やそんなに自信ないなという方も、一箇所だけは、バッチリと、決めてですね、このイベントを一緒に盛り上げていただきたいですね。その箇所が一箇所ありますので、ぜひそちら、挑戦してみてください。まずうなしーは角がついているので、角を両手で表してください。表してください。あれ、大人の方今日はちょっと恥ずかしいんですか？ぜひぜひ。そして、右にちょこんと傾きます。そうです、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 そうです。これがうなしーポーズですね。これに行くまでに右手を出して、左手を出して、そしてクロスクロス、口の前口の前、そしてうーなーしーで、さっきのポーズになります。そうです。これが曲の中で2回出てくるので、ぜひ曲に合わせて
で、一緒に私もその時に一緒に踊るので、合わせてポーズをしていただけたらとても嬉しいです。あ、うなじみダンサーズに申請がちっちゃいちっちゃいかわいい、もし最初からね踊るのをちょっとどんな踊りかなという、ね、興味ある方はぜひうなじみダンサーズに注目して聴いていただければと思います。行ってみましょうか。ほぼワンステージ目最後の曲になります。トツカ2というアルバムの中からトツカのゆるキャラうなしーの体操の歌です。聴いてください。のんびり行こうよ、うなしー体操の歌。
お集まりの皆様、こんにちは。元気ですか？すごいですね。戸塚密着型シンガーソングライターのカホと申します。よろしくお願いします。1曲目はぜひ皆さんの声を聞かせていただきたい、もうバレてると思いますが、この曲をお届けしたいと思います。一番新しいアルバムの中から1曲目に、収録されているとても元気な曲です。ファンファーレという曲なんですけれども、何かを始めるときちょっと怖いですけれどもね、そのやりたいという気持ちとか、好きだなという気持ちが、一番のスタートの合図なんじゃないかなと思って、作った曲です。ぜひ皆さんの声をですね聞かせていただきたいと思います。ちょっとでも練習してみましょう。簡単ですので、私と同じことを繰り返していただければいいわけです。ちょっと聞いててくださいね。いきます。本番いきますよ。もういいですか？大丈夫ですか？それではやってみましょう。聞いてください。ファンファーレ。ぜひ手拍子しながら盛り上がってください。
りしました。実はですね、ワンステージ目終わってから今日のセットリスト、私は前日に、ね、決めておくタイプなんですけれども、皆さんの元気を見まして曲を変えて今のファンファーレにしたわけなんです。なので皆さんの声がたっぷり聞けて、とても嬉しかったです。ありがとうございました。まだ謝ってますね。元気が有り余ってるところ、申し訳ないんですが、次の曲はバラードでございますので、じっくり聴いていただけたらと思います。今の曲は戸塚のテーマソングではないんですけれども、4年前から、この戸塚に密着してですね、戸塚のテーマソングをたくさん書かせていただいております。ワンステージ目にはね、この西武東戸塚店さんのテーマソングも歌わせていただきました。30曲以上ですね、テーマソングを書かせていただいております。その中から、曲をお届けしたいと思います。今日5月5日子どもの日ですね、おとといですね、ちょっと早めに、子どもの日らしいイベントがありまして、こいのぼりフェスタというのが舞岡川の、遊水地公園で、開かれてですね、その日もすごくお天気が良くて、私風女なのでね、その日も結構風が強かったんですけど、鯉のぼり川沿いにも400体っていうんですか、400匹か400ってすごいですよね。風にね泳いで、いたんですけれども、舞岡行ったことある人いますか？舞岡という地域行ったことありますか？すごい自然が豊かで、舞岡ふるさと村というね、地域もあったりして、私も大好きな場所でございます。その舞岡ふるさと村の、農園がありまして、金子ファームさんという、農園のテーマソングを戸塚2というですねアルバムの中で、書かせていただきました。皆さん毎日、お仕事だったり学校だったり、毎日本当にいろんなことがあって、本当にくじけそうになるときたくさん私も、あるんですけど、そういう悩みも自然の中にたまにこう、自然に触れるとなんかすごくこう癒されて、自分の悩んでたことがもう大丈夫かもしれないと思ったりとか、本来こう気づけなかった自分の本当の気持ちにこう気づけたりとか、するなと思います。舞岡という地域に私も戸塚に密着し始めて、出会って、この曲がですね、そして生まれて、なんかとても良かったなと思っております。金子ファームさんという農園の、テーマソングですね。戸塚は駅の近くがもう開発されていますけど、ちょっと足を伸ばすと、こういう広大な自然に触れられるところがあるんだなと、この曲で、知ってもらえたら嬉しいなと思います。それでは戸塚2より、舞岡ふるさと村の金子ファームさん農園の、テーマソングで作らせていただきました。帰ろうという曲を聴いてください。聞いていた慌ただし
しいビルの街で
知らせをさせてください。今日の出演者の物販がですねあちらの、机の方で、させていただいておりますので、ぜひとも、今日のお土産に、ゴールデンウィークのお土産に、ぜひ何かねあの CD でもグッズでも、それぞれ出演者あの取り揃えておりますので、ぜひ覗いていっていただけたらなと思います。さっきまであのちょっと日がね強すぎて暑かったんですけどだいぶ陰ってきたので、見やすいかなと思いますのでぜひお立ち寄りください。私も CD たくさん用意しております。戸塚のテーマソングアルバムも3種類用意しておりますので、ぜひぜひ、戸塚以外の方にも楽しんでいただける作品作っておりますので、ぜひ興味のある方覗いてみてください。よろしくお願いいたします。曲は、ちょっと爽やかな、曲で終わろうと思います。今日はですね5月5日金曜日ですね、毎月1回 FM 戸塚で、実はラジオ番組をやっておりまして、カホと TMA 社長の地域密着ラジオ、というのをやっております。 TMA 社長とは誰だよという話なんですけれども、今日やっていただいている方は私の事務所 の、 あの社長さんでございまして、地域密着をこう掲げて、頑張っている事務所なんですけれども、私アーティストと、社長で、ラジオ番組を一緒に、パーソナリティとして、やらせていただいておりまして、毎回公開収録でいろんなところで、お客さん集めて収録をしているんですけれども2週間前ぐらい4月末ぐらいにですね、公開収録をしてきた分が今日放送となっておりまして、あと、1日3回同じ放送が流れるんですけれども、あと8時の回ですかねが、残っていますので、ぜひぜひね聞いていただきたいんですが、あの明治学院大学の横浜キャンパスが戸塚にありまして、その学生さんをゲストに、お招きして、やった回なんですね。すごくあの楽しい回になったので、ぜひ聞いていただきたいんですが、今日のステージの最後の曲もその明治学院大学の、横浜キャンパスさんの、30周年記念ソングで、テーマソングを書かせていただきましたので、そちらを、最後にお届けしたいと思います。最後に、皆さんの手で虹を、かけていただきたい場所があるのでぜひその時は一緒に手を振っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。では手拍子もよろしくお願いいたします。聴いてください。戸塚3というアルバムの中から明治学院大学横浜キャンパスさんの30周年記念ソングで作らせていただきましたこの曲です。聴いてください。虹になれ。Thank you.
願いします。